これでしたが、くっさ。このチャンネルは、以上のことを守って、プレイが下手くそなので離れてみてね。はい、ということで今回は気になったシリーズといいますか、無料だったので遊んでみたシリーズです。おー、隊長。お久しぶりです、隊長。隊長と会ったことありましたっけ？そうですね、あれは失踪したマリオデッセイの中。なんと8月11日まで任天堂オンラインに加入してる方なら無料で遊べちゃうんですね。なんか大人の力でかき消された感じがしましたけど、期間内で全クリしちゃうなんてことも全然ありなんです。おいスルーしすぎだろ。おいスルーしてよかった。ということで早速やっていきましょう。今回はフランと協力してやっていきます。え、聞いてないんですけど。ゴニョ、ゴニョ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 。ゴニョ、ゴニョ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 。私がやりましょう。絶対なんか賄賂もらったろ。さあ、早くステージ選択をしてくれよ。めっちゃやる気満々やん。どんなゲームかわかってんのか。知らんな。ということでマリサ解説頼む。旅立ちの日、この人へ。この可愛い可愛い隊長がレイムです。そしてこのもっともっと可愛い隊長がフランです。追いかぶってくんな。早速揉めてんなよ。このゲームはそこら辺に落ちてるスターを取るとクリアです。以上よ。説明適当すぎやしません。だってそういうゲームだろ。この草を何個引っ張ったかきそうゲームですよ。皆さんこいつの言うことは信用しないでください。ここにダイヤモンドみたいのがあるのは、それは各ステージに3個ずつあるので、集めといたらきっとなんかいいことがあるんだろ。まあ何個以上持ってないとこれ以上進めないよとかありそうですよね。霊夢のくせにやってそうなこと言うなよ。霊夢だってたまには知的キャラでいきたいですよ。もう無理だと思うがな。おお、上がった上がった。隊長2号、ブロックの奥にダイヤがあります。私が隊長。死にさらせやおい隊長2号、何かぶつけようとしてんだよ。私が隊長1号だって言ってんだろ。どっちでもいいです。ハイスノープレイ。霊夢ちゃんの IQ が今ぐんと上がりましたね。あんなの誰でも気づくし。いや私は見た。何もできずに株を持ったまま棒立ちするフランだ。なんだって。はいはい、カメラを動かさないと見えない場所も見えるようになるから、ちゃんとカメラをぐるぐる回してな。あまり回すと視聴者さんだようから注意な。フラン、この上に敵がいるんですよ。見てたもん知ってるよ。お、株をぶつけると敵を倒すことができるんですね。その危険な株をさっきお前は私にぶつけようとしたんだよ。この株全然抜けないんですけど。もしかしてもっと巨大な株突つ、ツルハシ。わーわー、このツルハシ性欲能です。私は落下した。え、私今どこにいるの。なんか金ピカのキノコが落ちてるけど。フラン、でかしましたよ。きっと偶然落ちてブロックをツルハシでぶっ壊してそこにたどり着いたんだな。私は天才。これは隊長1号の座は私に決定だろ。偶然起こっただけでしょうが。あ、じゃあ霊夢が隊長でフランが村長ってことでいいんじゃないか。え、村長ってダサくね。お前全国の村長さんに謝れや。あ、じゃあもうお前ら隊長と省庁で決まり。誰かな。ちょっと滑ったかなるな。やかましいわ。霊夢がキノピオ隊長でフランがキノピオ省庁だからな。フランが村長で我慢しとけばよかったんですよ。こんなことになると思わないだろ。よし、これでスターに続く道ができたから、スターを取ればいいんだな。ちょいちょい、まだダイヤ1個取り忘れてますよ。あ、本当だ。でもどこにもダイヤなんてなかったよな。これ全然抜けないんで、もしかしたらダイヤ缶キノコでした。これはうちらの兄弟ですかね。キノコ族ってだけで赤の他人だろ。こいつを口開けて寝やがって。勝手にダイヤ渡してきた。勝手にってことないだろ。ありがとう青いキノピオイ袋。いやもう内臓なら何でもいいんかい。おい黄色食堂。定食屋さんかな。お前夏休みだからって寝てばっかいるなよ。ラジオ体操しろ。むちゃくちゃだなお前ら。ダメだ、あいつはのび太並みに眠りが深すぎる。8月7日はのび太の誕生日だね。いらない情報ありがとう。はい、これで1ステージ目クリア。左下に隠れミッション的なものもあるみたいだな。ステージをクリアしないとお題がわからないから、やり込みたい人にはいいかもしれないな。ドットキノピオの隠れんぼ。ステージにドットキノピオが隠れてるモードもあるみたいだな。これもステージクリアしないと遊べないわけか。それもやり込み要素の一つということですね。まあ今回は先を急ぎましょう。キョロ兵のロール神殿。フラン省庁行きますよ。やっぱりその呼び方なの。文句を言わない。肩書きなんてどうでもいいじゃないですか。お前が言うな。お前が。うん、何回も見知って言わなかった。あー、橋が壊れ。ゴボ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 ゴ。霊夢の体重で橋が壊れた。霊夢お前橋の値段っていくらか知ってるか。いや霊夢の体重で壊れたんじゃないし、だから弁償する気とかもないし、今7コインしかないし。貧乏。数十億から数百億かかるみたいだぜ。ご破産します。てかこれ私どうすればいいの。いつまでそこにいるんですか。橋が治るまで。全然そこにいる気だよ。あー、この動きよ。見てるみんなごめんね。また少はしょうがないよな。あ、ここからダイヤ取れますよ。いや橋も壊してみるもんですね。突然発言やめろ。フラン霊夢がいる側落ちてみたらどうだ。そうですよ、そこに至ってやることなんてないですから。むしろ橋壊して正解だったんですよ。正解ではない。フラン省庁起きます。ルッキタナ省庁。この二人は暑さで頭がおかしくなっております。ご了承ください。いやマリサが決めたんだろうが。フラン急いで渡らないと落ちますよ。ゴボ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 ゴゴ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 ゴ
のは隊長だけでした。選ばれたのは綾鷹でした。みたいに言うな。ぬおー、別に一気に来なければ普通に渡れるのに。人が回れって言うでしょ。買い方間違ってるよ。ぬぬ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 ぬ、何やってんの。株が抜けないんですよ。霊夢小さくなっちゃったからかな。そもそもなんで小さくなってんの。敵にぶつかったからだよ。しょうがねえな。じゃあ貸してみろよ。秋の子だ。霊夢小さいからちょ、霊夢小さいからちょ、霊夢小さいからちょ。ワイの木の子だ。間違って食べちゃった。ほら吐け、吐き出せ。ロロ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 ロ。あー吐き出すな。どっちだよ。霊夢が死んでもまた虫に生まれ変わって生き続けていくから心配するな。なんで虫限定なんだよ。あーなんか穴にはまった。画面もよく見えない。冷蔵庫に入ってるお前のプリンは霊夢に任せておけ。プリンを残して死ねるか。言っときますけどこれ協力プレイですからね。自分がどこにいるのかわからない。今なんか一瞬お互い見えましたね。今キノピオの叫び声がしたけど。キノピオ象徴神だか。ピンピンしてるわ。霊夢隊長じゃねえの。バカモンって言ってますね。いやきっと違うと思う。これでフラントも合流できたんで先に進みたいと思います。めっちゃ意味不明な言葉叫ぶじゃん。霊夢がいた場所に立つと叫びます。え、マジ？行ってみよう。マジだ。でもポケモンって聞こえるぞ。それどういう意味。フラン、先を急ぎますよ。私はここで叫び続けることにするよ。なんてしょうがない、私は大長ですからね。それだけ聞いたら頭おかしい人だよ。フランはたけしのようにそこでガクブルしてればいい。霊夢のバカ野郎。ふうにすっきりした顔してんだよ。じゃあ今私が華麗にスターを取る姿をお見せしましょう。はい、ダイヤゲット。一気に駆け抜けろ。あー、どこが華麗なのよ。ほらフラン叫んでないでお前も進め。いやカメラめっちゃ近いんですけど。しかもこいつ何に何してんだよ。シャボン玉の中快適すぎる。皆さんには見えてないと思いますが、シャボン玉の中はクーラーとテレビ完備、 YouTube も見放題。ゲームだけずるいぞ。それでフランもやられたらゲームオーバーだけどな。ハイスターはフランちゃんがいただきだ。おいダイヤ一つ取り逃してるぞ。しかもミッションが神殿を壊さなかったじゃねえか。あれ霊夢が速攻で壊したやつか。単発動画なんだから適当にやっとけばいいんですよ。はい、行ってらっしゃい。マジかよ。橋に近づかなければいいんでしょ。はい、これでミッションはクリア。あとは残ったダイヤモンドか。おかしいな、金属の匂いは嗅ぎ分けられる能力を持っているのに。お前警察犬とか向いてるんじゃね。犬じゃねえし。全然見つからないんですけど。しかも探してる間に小さくなっちゃったし。そこのキノコ食べたらどうです。因縁のキノコ。お前私のキノコ食べるんじゃねえぞ。フリですか。フリじゃねえってリアルガチなやつだよ。あうまうま。じゃあダイヤ探し再開しますよ。こっちからダイヤの匂いがプンプンするんですよ。ダイヤの匂いってどんな匂いよ。マジで言うならマリサの靴下の匂いですかね。やめろ。ほらフランこっちから匂いますよ。霊夢こっちの先に何かありそうだけど。お前の嗅覚大したことねえじゃねえか。いやきっとあっちにマリサの靴下が落ちてたんです。だからやめろって。この株めっちゃ怪しいぞ。匂う、匂います。ゲホッゲホ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 。お前何むせてんのよ。これは大物だ。霊夢頑張れ。おー、ゲホッゲホ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 。なんで無線のよ。あとはこのままゴールしちゃいましょう。不思議なタッチストーン。こら行き止まりだ。開始早々行き止まりとは。何か仕掛けがあるに決まってるだろ。仕掛けにポインターを当てて ZR を押す。ポインターってのはこのジャイロで動く真ん中の点のことですね。これを当てて ZR を押す。おー、なるほど。これでなんか適当に進んでいけばいいんだな。なんと頭を使って進め。頭を使って進め。いやーキモいわ。どこもかしこも行き止まり。はい、ダイヤ発見。ドヤ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 。あーすごいすごい。探し物なら私に任せんしゃい。ペンネーム、ファミマでネズミが大量発生さんより。かなりタイムリーな話題の名前。私は将来の夢が見つかりません。どうしたらいいですか。フードファイター。こいつ絶対適当に行ってやがる。フラン、こっちに入れそうな暗がりがありましたよ。よしじゃあ行ってこい。もう行くんだよ。ほら入れるようにしましたから。あ、コインを取ってから行きます。お前取るならちゃんと全部取れよ。次。あれ、あれれ。何？どうしたん？ここ何にもないですね。そんなわけないだろ、絶対なんかあるって。あ、いやこれなんもないな。絶対何かありそうだけどな。下にダイヤモンドはあるけど。じゃあフランそこから外出ていいですよ。絶対落ちるだろ。羽ついてるんだからなんとかなるでしょ。今はキノピオ象徴なんで。これピンク動かせばダイヤ取れるじゃん。ちょうどレイムもそう思ってたんですよ。本当か？はい、これで2個目のダイヤゲット。あともう一つダイヤあるからな。一つ取り忘れてましたからね。まずは武器だ。武器が必要だ。株という名の凶器。これ全然抜けない。ただの株じゃねえな。なんか出てきた。ん？字幕でちっとも見えないんだ。え、鍵？鍵に見えます。鍵以外何に見えるって言うんだ。でも鍵が必要なところなんてなかったよな。あー、鍵のせいで入れない。きっとマリサの家の鍵だな。じゃあお前の家の鍵でもあるな。よく鉢の下とかに鍵置いておきますもんね。今回は月の中だったけどな。よこわー、落ちた。どうも。たら目の前に扉。いやー、今日はついてる。これならカップヘッドもクリアできそうだね。ヘッド。ダイヤだダイヤだぜ、こんちくしょう。よし、そのままスターまで羽ばたけ。ワイにレッドブルをよこしな。お前ら盛大にスルーしてんじゃねえよ。カップヘッドクリアできないからってキノピオ隊長に現実逃避してんじゃないよ。キノコは怪しい。大丈夫だ、もうすぐなんとかするから。何そのざっくりな感じ。とにかく今はスターを取ることだけを考えろ。画面にはずっと映っているのになんでこんなに手が届かないんだ。さっきスター北総園出たぞ。完全にバカにされてるじゃないか。いや、ピンクの足場はあっちだな。そうですね、キノピオがジャンプできればなんてことないんですけどね。今からジャンプの特訓をしてジャンプできるようにしてきますわ。いや、ゲームバランスぶっ壊す気か。あー、レイムたちが上がったと思ったらスターも上がったー。あ、なるほど。そういうことね。勇者のやつ絶対分かってないだろ。これでスター。あー、くさ。あ、じゃあ私がスターいただきます。なんて日だ。あ、でも風船の中快適。
はい、ということでキノピオ隊長いかがだったでしょうか。今回は紹介だけなので単発動画なのですが、気になった方は日曜日までにプレイしてみてはいかがでしょうか。注意なのは期間内にしかゲームできないってことだからな。期間内であれば全ステージをやることも可能だよ。それじゃあ今回はここまで。この動画が良かった人もそうでない人もチャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いします。それじゃあまた別の動画でお会いしましょう。まったな。まったね。次のレポートがめんどくさいです。お見よめさん変わって。もうしょうがないなぁ。お見よめ社会のテストいつも赤点だったろ。4点。あとレポートって何？何を書くの？これダメだ。じゃあしょうがない霊夢様の出番だな。お前は黙っとれ。それじゃあまったねー。